倒な仕事を押し付けられちゃったな。さて、どうしたものか。どう考えても見込みは薄そうなのよね。論外か。そうなると、結局あの子に聞くしかないのよね。嫌な役割だな、ほんと。本来なら一番いたわってあげるべき立場の子なんだ。正直に言って、自分はもうこの一連の事件から手を引きたいと考えています。見ない警部。ご無理を申し上げているのは重々承知しています。ですが、協力を惜しむとか責任がどうとかの話ではありません。大石さんにはご恩もありますから、可能な限りは協力がしたいと思っています。いえ、いました。ねえ、それについては本当に感謝していますよ、智恵ちゃん。ですが、少なくともここ数日、自分たちが調べ歩いても得られた有益な情報はほとんどなく、逆に事態を悪化させているような感すらあります。真実を求めたい気持ちは自分にもありますし、たたりを盲信する人たちの気候は確かに気になることです。それでも、彼らが惨劇を起こすきっかけを自分たちが作り出しているのだとしたら、これ以上の自分たちの関与は無益ではなく、むしろ有害と言うべきではないでしょうか。見ない警部。ねえ、智恵ちゃんの気持ちはよくわかります。あなたのことだから、臆してそう思っているんじゃないってこともね。
ですがね、トモちゃん、この数日だけで傷害事件がいくつも発生している。それに伴う周辺住民との衝突もね。ここで私たちが引いても騒動は収まらない。もう引き返せないってことですか？というより私には、奴らが我々に対して捜査をやめるよう脅迫しているようにも感じられるんです。だとしたら、ここで引くわけにはいかないんです。確かに、舐められたら負けの商売ですからね。あなたを巻き込んでしまったことは本当に申し訳ないと思っています。それでも私もここで引き下がるわけにはいかないんですよ。私の刑事魂にかけてもね。大石さん、頼みます。あと少しだけ私に力を貸してもらえませんかね。はあ、とりあえずここで悩んでいても仕方がない。あれ？君吉夏美さん。早退、もしくは不登校か。うん、行くか。こんにちは。え？あ、あの、ここ空いてる？あ、はい。ありがとう。邪魔だった？いえ。突然話しかけてごめんなさい。なんだか懐かしくてね、その制服が。実はね、私、あなたの学校OGなの。つまり先輩。数学の中村は元気？中村先生ですか？いえ、そんな先生はいませんが。そっか、もう転任しちゃったか。口うるさいやつだったけど、いなくなるとちょっと寂しいわね。
それでも嘘には違いないと思います。ごめんなさいね、勝手に喋って。あ、さっき自販機のルーレットで当たったんだけど、もしよかったら。あ、いえ、その注意しないんですか？何を？だって私学校を休んで実は私も今お仕事サボり中。こんな暑い中営業回りよ。ったく、こっちの立場に慣れてのよ、クソ上司。あ、だからあなたと私は同じというわけで、一緒に飲みましょう。出てるでしょ。私2本も飲めないし、ぬるくならないうちにね。ははあ、おいしい。よかった。オレンジジュースは好き？はい、私炭酸ってちょっと苦手で。ああ、わかるな。喉がイガイガするんだよね、あれ。私の周りの連中は美味しいって言うんだけど、何がいいのかな。本当ですよね。ジュースはやっぱり甘くて、普通に冷たい方が飲みやすいです。へえ、気が合うわね。私はトモエっていうの。見ないトモエ、よろしくね。あ、私は夏美です。よろしくお願いします。さて、どう話を持っていこうかな。と言っても、雛見沢の話題を自然に持ち出す流れなんて、どうやったら。あれ？ねえ、その新聞は？お父さんが読むの？
いえ、お母さんが、かって。ねえ、夏美ちゃん。新聞ならちょっと見せてくれない？え？うん、今日の夜に見たい特番があったのよね。ちょっと確認を。ダメです！私？え？あ、すぐ吹きますから。本当にごめんなさい。あ、気にしないで。これくらいなんとも。いい子なんだな、本当に。すみません。私、もう。ひなみ座は大災害か。新聞って買ってよね。え？たたりだかなんだか知らないけど。人が2000人も亡くなってる大災害を何だと思ってるのかしら。残った遺族とか友人とか辛い思いで悲しんでる人はまだいっぱいいるのに、いい加減な記事を書いてるのって私は好きじゃない。新聞とか雑誌とかニュース番組とか、ああいったものを作ってる人たちにとって他人の不幸はただの商品なんだよね。そのせいで忘れたいことを無理やり思い出して悲しんだり苦しんだりする人の気持ちなんて全然わかっちゃいない。それが事実の報道ならまだいいわ。でも本当にあったことを面白がってねじ曲げたりこじつけたりでっち上げたり、それを見て被害者が、そしてその家族や友人たちがどれだけ辛い思いをするかなんて考えたりもしないんでしょ。人を傷つけておいて何がマスコミの正義を。聞いて呆れるわ。トモエさん、何のことはない。私たちを出しにして連中は警察、お上の批判をしたかっただけなんだ。
じゃあ父さんと母さんが死んだのは私たちが原因か？ふざけるな！剣よりも強しなんて言うけど、そんなものじゃないわ。むしろペンは剣よりもひどしって言うべきでしょうね。もっとも多数決社会じゃ大した問題にもならないんでしょうけど、一般のその他大勢が喜べば、ごくわずかな少数派のことなんか知ったことかなんてね。ごめんなさい、私ったらつい。いえ、トモエさんの言ってることなんとなくわかります。ちゃんとわかりもしないで自分の常識の枠内で決めつけて無責任に言って騒ぐのは楽しいですよね。言われる相手の都合とか事情とか、そんなのお構いなし。結局自分が一番なんですよ、みんな。夏美さん、でも叩かれる方にも問題はあると思います。馬鹿正直に勝手に信じて思い込んで、裏切られて傷つく。だったら最初から信じなきゃいい。誰も近づけず一人でいれば悩むことなんて何もない。それに心をクリアにして相手がなんで私に近づくのかを考えてみれば、大体のことは感じます。結局ただの打算だって。でしょ？それは、でも同情しているように見せかけても本当はただ面白がっているだけ、優しく振る舞う自分に酔っているだけ。それなら無視されている方がずっとマシ。見下されているみたいだし、本人はいたわってるつもりで満足しているかもしれないけど、その優越感を見せつけられるたび私はイラつく。傷の痛みも知らないくせにどれだけ私を傷つけているか、その子たちはきっとわからない。わかるわけない。わかってたまるか。友達だから。何が友達だ。勝手に助けておいて結局自分の手に負えないと分かったら、最後は知らないふりして。期待してたんですよ、ひょっとしたら助けてくれるかもって。それを裏切られた時どんな気持ちになると思いますか。最初から期待なんてしなきゃいいんだ。君吉さん、あ、ああ、やっぱり刑事さんだったんですね。なんとなくそんな気がしてました。で、さっきまでの話、どこまでが本当なんですか？ひょっとして全部嘘？私を騙して何かを聞き出すつもりですか？とんでもないペテン師ですね。みんな一緒。
見せかけだけの親しさと優しさで近づいて私のことを裏切るんだ。そんな汚い人間のクズみたいな真似までして雛見沢の何を知りたいんですか？ねえ、違うわ、私は。黙れ！刑事さん。いえ、ともえさん。あなたの嘘はともかく、話を聞いてくれたことは嬉しかったです。それは本当ですから。それじゃあさよなら。何です？あなたも雛見沢のことで何かを知りたいんですか？おあいにくですが、知りたかったら他を当たってください。もっとも資料とかで調べる以上のことが出てくるとも思えませんが、ただ私に聞いても期待しているようなことは何も。そうじゃない、そうじゃなくて。騙したことは謝るわ。ごめんなさい。でも、夏美さん、あなたはそれでいいの？何も信じなくて、すべてを疑って、それで本当にいいの？いいも何もないですよ。これがただ一つの、一番正しい方法、そうでしょ？本当に？私にはそう見えない。だって、あなたは本当はそう思ってないでしょ？ただそう思おうとしているだけじゃない。あなたは自分の作ったありもしない悪人だけの世界が全てだと勝手に思い込んでる。随分決めつけるんですね。あなたに私の何がわかるんですか？わかるわよ。さっきも言ったでしょ、私もあなたと同じだったから。私もね、あなたと同じように絶望して何もかも信じられなくなったことがある。たった一人で悩んで苦しんで、どうして私だけがこんな目にって、世の中全てを恨んだりもしたわ。でもね、何も信じられないのって本当に辛いことなの。疑えば疑うほど
周りの人は私のことを信じてくれなくて、どんどん離れていく。みんな。だから、ずっと自分が一人ぼっちで、寂しくて、怖くて、悲しくて。夏美さん、あなたは耐えられるの？私には耐えられなかった。おや？どうしました、お嬢さん。こんなところで寝ていては風邪ひいちゃいますよ。うん、あの時のことがなかったら、私はどうなっていたかわからない。でも、私はその時わかったの。私を裏切る奴もいるけど、それ以上に大切に思ってくれる人も絶対にいる。自分が最後まで諦めなければ。今でも自分の親しい人たちに裏切られるかもって思って不安になって怖くなる時もある。だけど、世界は冷たいばかりじゃない。それに相手の優しさには、打算とか悪意もあるかもしれないけど、その気持ちそのものの温かさはきっと本物なのよ。綺麗事ですね。虫唾が走りますよ、そんなの。いいじゃない、綺麗事だって。いつか死ぬ直前になって自分の記憶の中を真っ黒に塗りつぶしたくなるような思いをするくらいなら、ずっとそっちの方がマシよ。やってみたことも、やってみようとも思わなかったあなたに、そんなこと言わせない。言われたくない。私が味わった地獄まで否定するな！夏美さん、誰も信じられないなんて、そんなこと思わないで。あなたにも優しさを向けてくれる人がいるでしょ。
友達とか家族とか、その人たちはきっとあなたのことを。いませんよ。え？家族なんか私にはいません。私の幸せを奪っていくような人たち、私の家族じゃないです。夏美さん、巴さん、もっと早くあなたと会いたかったな。そうすればきっと さよなら。話せて嬉しかったです。コンパクト、じゃない。ピルケース？これって誰の？あ、こんな箱に入れてるってことは、常備薬？もう、タイミング悪いわね。もしもし、こちら刑事一課。藤田君？見ないです。私のベルに連絡があったんだけど。何ですって？畠山家でまた事件？それで、内容は？なんてこと！なるほど。そんなことがあったんですか？力が及ばず、本当に申し訳ありません。まあ、そんなに自分を責めずに。巴ちゃんでダメなら、私たちならもっと拉致が明けませんでしたよ。ねえ、赤坂さん。ええ、全くです。それにしても。どうしました？よくテレビでは切れるなんて言葉を使いますが、
最近の子って難しいですよね。切れる？学校とか近所の聞き込みでは引っ込み思案なおとなしい子だって話でしたが、わからないものです。あんな風に怒声を上げるほどに気が強いとはちょっと意外でした。気が強い？まあ、そこの母親は勘の強い方だって有名みたいですからね。その娘も性格はどこか似てくるものですよね、赤坂さん。そうですね。助けてあげたいんです、彼女のこと。え？昔の私とどこか似てるなって。立場と状況が違えば私もああなっていたかもしれませんし。だから友恵ちゃん